記事,記事、記事、記事、旧氏、ピンイン、クワイジーは、かつて、中国、東トルキスタンに存在したオアシス都市国家。現在の中華人民共和国新疆ウイグル自治区、アクス地区クチャ県、クチャ県付近にあたり、タリム盆地の北側、天山南路に位置した。オカココ、クツココとも書かれ、現状の大東西域記では、靴四国と記されている。 文献は中国の歴史書に基づくため、以下中国の王朝と照らし合わせて述べる。郷土の牧突前雨はモンゴル高原を統一すると、ついでトルファン盆地、さらにはタリム盆地の城郭都市をも、その支配下に置いた。記事国は他の西域諸国と共に郷土の属国となり、郷土の西変実畜王は、同牧というを置いて、西域を投了させ、常に、 遠帰国、騎士国、上利国の間に駐屯し、再騎諸国に付随して、富宮を取った。全漢の武帝、在位、前141年前87年の時代になると、強度の力が衰え、火星回廊から、タリム盆地は全漢の支配下となり、騎士国も漢に従属する。大初三年、前102年、日将軍のリ光利が大園を打ち、 こうわる国を通過して帰るところ、こうわる国が大使のライタンを人質として、記事国に送ろうとしていた。そこで、リコーリは、諸外国は皆間に親族したのに、記事は、なぜこうわるから人質をもらうのだと記事国を責め立て、ライタンを警視に連れて帰った。朝帝、在位、前八十六年前七十四年は、総広支羊の前義を用いて、 こうやたこの雷ンを後位将軍とし、臨大で飛ん,でんさせようとした。騎士騎人の姑め翼は、騎士王に、雷ンはもともと我が国の親族であったのに、今間の印住を帯びて我が国に迫って飛ん,んしようとしています。これは必ず害となりましょう。と言い、騎士王はすぐに雷ンを殺し、官に上書して謝った。しかし、この時官はすぐに騎士国を制伐できなかった。 先帝、在位、七74年四49年の時代になり、長羅公の上縁は尊から帰還すると、後期と見て、諸国兵5万人を合わせて、貴士国に攻め入り、以前、大胆を殺したことを責めた。貴士王は誤って目翼を捉えて、上縁に突き出し、上縁はこれを切った。次に、尊公主が、鈴見事を学ばせるため、娘を啓子に来させていたので、官は、 二郎の落法を使わして、ウソン公主の娘を送り帰らせた。記事国は、以前、死者をウソンに送って、ウソン公主の娘をめとることを求めたが実現できて、いなかった。落立松らが記事国を通過したとき、ウソン公主の娘が記事国を通過したとあって、記事王は、ウソン公主の娘を止めて、再び死者をウソン公主に送って求婚した。ウソン公主はこれを許可した。 あとに、ウソン講は上書して、娘に入庁させることを願い、キジオウの講品はまたその夫人をめでて、上書して、官の外孫を得て、根底とし、ウソン講の娘と共に入庁することを願った。元康元年、全65年、キジオウ講品と夫人は官に入庁し、印児を賜った。夫人は、公主と公師、借金子、下水数十人、 い像などおよそ数千万を賜う。好品と夫人は勝に一年泊まってから帰国した。その後も数回間に入庁し、菅の衣服制度を楽しんだ。帰国すると、好品は救出を収め、菅のような暮らしをした。好品が死ぬと、その子の進む徳、使用徳は自ら菅の外孫と称し、生亭、相亭の時に数回間に往来したので、菅はこれを厚遇して、 親密となった。天王取り二年、十五年、新たの王毛は後意症の王春、西域と後の李孝氏に、母機行為の各金を引きさせて西域に出兵させた。西域諸国は皆郊外で出迎え、兵士に国を送ったが、延期国が桜して、兵を集めて自衛したので、王春らは、佐シ国、騎士国の兵七千四人を引き、数部に分かれて、延期国に入った。延期国は、 副兵で王春羅を遮り、姑とめ墨国、上里国、騎士国の兵も寝返ったので、共に王春羅を襲撃して、皆殺しにした。墓機行為の各金は別動隊を率いており、遅れて延期国に到着したため、延期国の兵がまだ帰ってこないうちにその老弱を攻撃して殺し、帰還した。王毛は各金を封じて故死とした。 再域都後の李高氏は吉を治めて、記事国を維持して帰還した。数年後、王毛が死に、李高氏も没すると、再域と中国との交通は途絶えた。建武十四年、三十八年、佐シ王の剣は、前々王の安と五官に長考し、再域と官は再び国交を結んだ。総礼、パミール高原伊東の諸国は皆剣に服属した。拳武十七年、 四十一年、剣は再び男に徴工し、以前のように、西域都合を供養孔た。そこで、光部帝、在位、二十五年から五十七年は剣に、西域都合の印字を賜ったが、遁光大衆の敗従うが、異的に大剣を課すべきではありませんと上書したため、証書で、西域都合の印字を返還させ、剣には、艦隊将軍の印字を賜った。しかし、はい、うがこれを、 サ立したため、剣は官を恨むようになった。そして、剣は大都語と詐称し、再育諸国を服属させ、さらに全部都合した。剣は、周辺国に従税を課し、騎士諸国を何度か攻撃したので、諸国は剣を恐れた。剣務22年、46年、剣は、再育都合が派遣されないのを知ると、全然王の案に、官僚の遮断を命令した。 アンは、その命令を無視して、剣の死者を殺した。剣は大いに怒り、兵を発して、前々を攻撃した。アンは迎撃したが敗北し、山中に逃げ込んだ。剣は千四人を殺略して退去した。その冬、剣は再び、騎士王を攻め殺し、ついに、騎士国を併合した。前々、延期諸国の侍子は久しく、頓行に止まっており、前々王は上昇し、 再び使い小入り侍と、西域都歩の派遣を請願した。しかし、それでも、西域都歩は派遣されないので、今度は強度に救いを求め、前々、車氏は再び強度に着くこととなった。西王が剣の使者を殺したので、剣はこれを撃ち滅ぼし、その国の基人であるし、主権を立てて、西王を落とした。さらに剣はその子のそ倉を立てて、記事を落とした。剣は、 ノリラが年少なので、記事国から分けてカラス類国とし、死をカラス類ように移し、別の記人を立てて、さえ落とした。数年して、記事国人は共に、ノリラと死を殺し、郷土に剣士を送って律王を誓願した。郷土は、記事記人の未読、神武を立てて、記事を落とし、記事はこれによって郷土に服属した。国将のイケルロク、ソユロクラはに、 旧幕派の兄のこの広則を立てて、王とした。郷土は、騎士諸国と共に、佐シ国を攻撃し、広則は、弟の保国公の人志を派遣して、剣を攻めた。剣は剣士を送って広則と和睦し、広則は兵を引いた。明年、佐シ将の、勝雲羅は、剣の凶暴をわずらい、密かに謀反を起こして、右国に振った。右王の広則は、諸国の兵三万人を引いて、 佐シ国を攻撃。剣は城を守っていたが、広ロの挑発に乗り、出てきたところを捕らえられた。右国は、佐シ国を併合し、剣は、数年後に殺された。郷土は広ロが、佐シ国を滅ぼしたと聞き、五将を使わし、延期、上理、記事十五国の兵三万で、右国を包囲した。広ロは降伏し、その大使を人質とし、郷土に服属した。冬。 郷土は再び兵を使わし、剣の出資の不拠印を立てて、挿者を落とし、広則は、またこれを攻め殺し、その弟の才始むを立てて、挿者を落とした。永平十六年、七十三年、郷土に立てられた騎士王の剣は、ソロク王の姓を攻め殺し、騎士左皇のカブトを、ソロク王とした。冬、勘は、軍馬の藩長を派遣して、カブトを捕らえ、 生の兄の子であるただしを立てて、そろくとした。永平十八年、七十五年、明帝が崩御すると、延期国と騎士国は、再生期後の地が圧し、副行為の各誠を攻撃して殺し、郷土と車四国は、墓起行為を包囲した。永元三年、九十一年、藩長は遂に再生を平定し、再生期後となって、白派を騎士王に廃し、 芝の陽光に、これを送らせた。藩長は、陽光と共に、鯉派用のユーリタを脅して白葉を立て、陽光に、ユーリタを敬紙まで送還させた。藩長は、鯉国の多官上に常駐し、長子の女強氏は、ソロク国に駐屯した。野辺光さん、二十四年一月、西域長子の藩友は、老乱に至り、前々をもって寄付させた。 議事王の城へは、シュート・メスミ国と、オンヤド国を率いて、藩友に投降した。藩友は、よって、その兵を発して車姉妹を王邸に、到達し、郷土の慰霊王を、岩国で敗走させ、全部五千四人を捕らえ、ここにおいて、車氏全部は、再び開通し始める。建明五年、百七十二年、領収氏の毛沢は、十児の任渡るを遣わし、トン兵五百人を率い。 ボキ芝の僧、最域長子の長安と、延期国、記事国、車自然五部を率いて、三万四人を合わせ、祖六国の三木中城を攻めたが、四十四日して下せず、撤退した。三国時代は州とメスミ国、オンヤド国、城下白国を服属させていた。大野安市中、二百八十年から二百八十九年、記事王は子を使わしている侍させた。 慶帝、懐御門の末、中国が大乱、八王の乱、鋭家の乱となると、貴士国の剣士は、片仏を全量の長茂ゲルに功能した。前身の府県、在位、三百五十七年から三百八十五年の時、府県は将軍の旅行に七万の兵を引きさせて、貴士国を制伐し、貴士王の白順は国境を守って振ろうとしなかったので、旅行は進軍して、 これを投兵した。北儀の大武帝、在位、423年から452年は、御事のりで万時に、犠戦を引きさせて、記事国を攻撃させ、記事国はカラスケツメヒサゲラを使わして、両兵3000で防戦し、万時はこれを撃って、敗走させ、200余給を斬首し、大いに、ラバ、ラクダを獲得して帰還した。記事国は、この後、 毎回剣士を送って長考するようになる。北州の補定元年、561年、木地王は北州に剣士を送って帰婚した。隋の大名中、605年から618年、木地王の生けるに鉄は剣士を送って長考した。この時、木地国の兵力は数千人。高素利縁、在位、618年から626年が即位すると、 奇事王のイケルバツボツ、祖初保会は、党に剣士を送って入庁した。祖ボ没が死去すると、このイケルバツ城、祖は、都長が、代立し、時剣幕が知り発、試験、我がいるテベルと申した。上岸四年、六百三十年、祖祖畳は剣士を送って、馬を献上し、大層、在位、六百二十六年から六百四十九年は、自称まい、 厚くぶいし、これより長考は、不絶となるが、西特欠にも侵入した。安政徒後の各攻略が、延期国を討伐すると、記事国は兵を派遣して、これを援助した。そ伐つだたが死に、その弟のカハジム夫室、室、カ保室室が、対立すると、次第に、半身の礼を失っていった。上岸20年、646年、体操は左。 行衛大将軍の足名社南次を使わしてコム参道、皇軍大総監とし、安政と後の各攻略、司みのり教のよう広司令が率いるご将軍と、鉄六の十三部の兵十四番機を発して、記事国を討伐した。足名社南次はすでに西特欠のところがつしと、ところを破り、進軍してその北京に急行し、その不意をついて、西特欠諸所の延期王は城を捨てて遁走し、 アシナ社南寺は、ケーでこれを追撃し捕らえた。騎士国は大いに侵犯し、首相の多くは城を捨てて遁走した。アシナ社南寺は河原石に進んで駐屯した。一周市市の半竹氏を使わし千余家を引きいさせ、前方都市、右、行営将軍の総次宿はこれに継いだ。西の高地城に至ると、騎士王と、愛具氏、その僧の成と将軍の結領いただき、結露天らは、 五万の衆がおり、逆に王子を防いだ。半竹氏は、遁走をするふりをして、これを引きつけ、騎士王の尻発は、半竹氏の兵が少ないのを見て、衆を至らせる。半竹氏は三十里も交代すると、相次に、騎区の軍と合流し、反撃に出て、これを大破した。騎士王は都の城まで退き、足名者汝は進軍して、これに迫り、騎士王が景気で遁走したので、 ついにその城を陥落させ、各降落に、ここを守らせた。サス氏の行ける改正、なお連保護の節満備えを使わして正規で、これに迫り、六百里行って、木地王は、緊急し、バチカエ城に退いた。足な者ゃ南らは進軍して、これを包囲し、木地王及び、大将の血量いただきらを捕らえた。その僧のなりは、まがれ。 密かに、西特厥の州を招き寄せてその国の兵万四人は、各幸楽を襲撃して殺した。比べ老中の西義式は、総次、宿、半岳白とこれを打ち、なりは敗走したが、騎士陣に捕らえられる。前後して、その大乗五所を破り、男女数万を捕虜とした。足な者ゃ何はよって、騎士王の弟の世を守る、破ぐ、官名を立てて、王とした。大僧は、 カハジム不出室を、佐竹氏し翼営中郎将とし、成り以下には官を授けた。また、大層は、安政都語府を、記事上に移し、各公楽を、安政都語とし、右天ん、そろく、採を投了させ、これを、四鎮とした。英気元年、650年、高宗在位、649年から683年は、カハジム不出室を、 右、行営大将軍とし、なり、血領いただきとともに、本国へ送還し、再び、騎士王としてそのあまり衆を収めさせた。かはじむ不執室は党に入庁した。なりはその妻の足なしと貫通し、騎士王は我慢できず、左右の者はこれを殺すことをこい。これにより、さらにその意味嫌った。死者の現状で、帝は、なりを軽視に召して捕らえ。 木地王を帰らせた。血量いただきは剣士を送って、足長路に降り、木地王はあえて進まず、浮いて死んだ。御事乗りで左田室、栄大将軍のよう兜に出兵させて、血量いただきを捕らえさせ、その地を、木地と特府とし、さらにこの素敬を立てて、木地王とし、右、行栄大将軍を授け、と特とした。この年、木地東四鎮を捨てて、 安政都語府を聖州に移し、ゆえに安在を聖州と徳府とし、サイサエイ大将軍兼安政都語の菊里市氏深氏を、廃して、徳とした。観光元年、六百七十年、都番のガルティンリン千住が、き備十八州に進行し、宇天を率いて、記事のバチ会場を陥落させ、ここにおいて安在四鎮はすべて都番に占領された。は、乗りで右し、 英大将軍の節人記を、ラシャ道行軍大総監とし、ザ・マモル・インガイ大将軍のアシナ・ミチザネ、ザ・マモル将軍の各大砲副官として、総勢十万の大軍で、都番討伐にかかるが、大飛川にて、道軍は敗北した。上限中、674年から676年、祖兄は、銀原、名和を献上した。義法寺、 六百七十六年から六百七十九年、トバンは再び、延期遺を攻撃し、四鎮は陥落した。武州の天樹三年、六百九十二年、記事王の延誘罰は党に入庁。長寿元年、六百九十二年、武衣軍総監の王高史傑、足名中説はトバンを大破し、再び記事、宇天東四鎮を手に入れ、再び記事に安政と五府を置いた。 しかし経営は難しく、四鎮を破棄する声も出たが、不足点は許さなかった。その後安政徒後は、測点の時に多様名、中層時に書く、元振り、改元の初めに、長高志功、と明が就任した。改元七年、七百十九年、記事王の幕、幕筆が死に、この達祭、他、層が立ち、公説と改名。 開元十年、722年、トゥバンが安西四鎮を攻略する。開元十八年、730年、公設、達妻は、弟の高吉を使わして、党に入庁した。上元三年、787年、トゥバンが砂田族、海骨、ウイクルカ岸国を攻撃し、北帝と安西は、援護がなくついに陥落した。開成四年、 八百四十年、海骨河岸国が崩壊すると、後に開骨の残党によって、記事開骨、清州記事が建てられた。天気よから慶介四年、1037年までに、五人の入校者がおり、最後は仏教一蔵を賜った。記念四年、1071年、李延京と宗福に入校させた。記念五年、1072年、また、土民と、 厚使徒に入港させた。昭成三年、1九9 6年、大狩領のアレンさんらら三人に表彰を及び玉仏を持って西に至らせる。以後、カラキタイ、内マン、モンゴルに征服され、次第に衰退し、砂漠に埋没してしまった。二十世紀になって多くの仏教遺跡が発見、発掘されている。古くから国王をいただく王国であり、 王政は、白市である。王地、首都は、延べ城。個数、六千九百七十、人口、八万千三百十七、兵士、二万千七十六人。大問い、進む、捕国公、暗黒公、激古公、客古問い、激車し問い、左右将、右問い、左右貴君、左右力スク君が、各一人。東西南北部船長が、各二人。 客孤訓が三人、役長が四人いた。南は、せいぜ、せいぜつ、茶道た、東南はかつせい、書末、チャルちゃん、西南は、こうわたる、こうび、北はウソン、西はしゅうとめずみ、こぼアクスと接する。中蔵、単野ができ、鉛がある。徒骨所のカラス類城から東へ三百五十里の位置に、ある。殺人を犯した者は、死刑、盗賊は、 肘と片足を切断する。尿道、鉄、鉛、革、尿鎖、縁緑、メスキ、五分、安息孔、両馬、牛などを産出。住民の多くは、アーリア系の民族であったとされ、ペルシアやインドの文化も取り入れていた。古くから仏教信仰が盛んであり、中でもキジルセックスは有名である。中国へ南北朝時代から東大までの間に渡来した。 白や白生の最域出身の層の多くは、クチャの出身とされる。記事の言語は、インドヨーロッパ語族のケントゥム語派に属するトカラ語派の、クチャ語、西トカラ語、トカラ語 B であったとされ、インドヨーロッパ語族の中でも孤立した、得意な言語とさる。文字は、インドのブラーフミー文字や、それに似たトカラ文字を使用した。前漢の時代、五漢の時代、新代。 随大、東大。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。